スターホース3プレミアカップファイナル。ただいまよりプレミアカップを開催します。東京競馬場、天候は曇り、馬場状態は芝、やや重、ダート、重で行われます。出場全14チームを紹介します。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。7番アヤナビーナスが行く構え、内を通ってスルスルと左が、3番アヤナビーナスダブルバーガー、その外にゲベル、4番セロニアス下がって6番手。さあこの直線の向こうに最高の栄養が待ち受けています。テレプシコーラはまだ後方、ようやく追い込み体勢、内から懸命に、アセバムはゲベルが先頭だ。13番キツネメノルタ外から懸命に、アセバムはそして内にアヤナビーナス、それからサプライズドリームゲベルが先頭だ。外から懸命にサプライズドリームゲベル先頭、サプライズドリーム先頭だ。1着サプライズドリーム、2着テレプシコーラ。第1レース、1着12番、2着6番、3着7番以上のように確定しました。プレミアカップ1800m、まずまず揃って飛び出しました。さあ先行するのは何か。先頭、何でもかんでも行こうという連投君、あとはずっと下がって、これがケフィーニ、そしてブリーザバレッタであります。さあこの直線の向こうに最高の栄養が待ち受けています。ファジーケンちゃんが6番手、先頭に踊り出すことができるのかどうか。先頭はレントウ君、頑張る頑張る。ケピンが2番手、3番ブリーザバレッタ、黄色い帽子トラスフェリメント、内から懸命にケピン先頭、レントウ君、レントウ君が大きくリード、トラスフェリメントが2番手、トラスフェリメント先頭だ。ファジーケンちゃんも懸命に追う、先頭トラスフェリメント、1着トラスフェリメント、2着ファジーケンちゃん。第2レース、1着7番、2着11番、3着17番以上のように確定しました。
ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。花切り宣言をしていたシャインミッキーがやはり行った。12番デシデシ、9番ロンリーティアーズであります。先頭はおなじみの2元馬シャインミッキーであります。さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。片翼のニャンコ直線の伸び足はどうか。内から懸命にアイルトンジュエル、2番手にデシデンスト、先頭はシャインミッキー、頑張る頑張る。内から懸命にアイルトンジュエル、2番手にデシデンスト、先頭シャインミッキー。シャインミッキーが2馬身リード。内から懸命にデシデンスト、10番イボミ、2番手にデシデンスト、10番イボミ。シャインミッキーが先頭だ。1着イボミ、2着読み読みのみ。第3レース、1着、当番、2着、6番、3着、5番以上のように確定しました。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。花切り宣言をしていたマルシャがやはり行った。そして3番オレンジの帽子が馬込みで入れています。外を通って14番ショーン・カワカミ、そしてもう一頭フラッシュ・オブ・プラン。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。トップフライト直線の伸び足はどうか。先頭マルシャ、マルシャが大きくリード。コントラダクションだ。2番手サブチャン2分1も懸命に追う。先頭マルシャ、マルシャが大きくリード。コントラダクションだ。2番手黄色い帽子サブチャン2分1、マルシャ先頭。ワサッチも懸命に追う。2番手にサブチャン2分1、5番フラッシュオブプラン、1着サブチャン2分1、2着トップフライト。第4レース、1着8番、2着12番、3着5番以上のように確定しました。ゲートが開いた。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、落ち着いていけるかどうか。注目の先行争いでありますが、花切り宣言をしていた13番エキシードザリミット、ちょっと離されましてバイオンレジェンズ、外から1頭5番ファンタスティック。さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。先頭行く。赤い帽子はマジカルレッド、先頭はマジカルレッド、まだ粘っているディバイスプロセス、そしてその後ろからアニベルベロチ、先頭マジカルレッド、マジカルレッドが大きくリード。ディバイスプロセス、それからアニベルベロチ、まだ先頭マジカルレッド、2番手にディバイスプロセス、赤い帽子アニベルベロチ、外から懸命にロッカーディバイスプロセス、先頭に変わったか。1着ファンタスティック、2着ディバイスプロセス。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に12番、7番、当番、8番、5番以上のように確定しました。